ハキム・ツイエクは、オランダドロンテン出身のサッカー選手。プレミアリーグ、チェルシー FC 所属。モロッコ代表。ポジションはミッドフィールダー。オランダ語で、CH は地域によって発音が様々なことと、モロッコ系の名前の発音はオランダで様々な発音で読まれることで、GH の発音の仕方は、統一が取られておらず、そのためかな表記は、ハキム・ GF とされることも多く。 様々な表記がある。2017年、所属するアヤックス・アムステルダムのインタビューにて、本来の名字の綴りは、ジーヤ、発音は、ジースであると明言した。2018FIFA ワールドカップでは、本来のハキーム・ジーヤの名前で登録した。ヘイレン・フェーン ASV ドロンテン店でサッカーを始め、2004年に、ヘイレン・フェーン、エメンのフットボールアカデミーに移った。 2012年8月2日、UEFA ヨーロッパリーグの予選3回戦、FC ラピドブカレストとのホームゲームでトップチームにデビュー。同年8月12日にはエールディビジデビューも果たした。2013から14シーズンのプレシーズンでスタメンに定着し、クラブトップスコアラーのアルフレズ・フィンボガソンに鋭いスルーパスを連発したことで、すぐに注目を集めた。 2013年11月8日の RKC、バールバイクとのホームゲームでは、好調なプレーを見せて、チームを5から2の勝利に導き、フットボールインターナショナル誌の週間最優秀選手に選出された。フットボールファンなら誰もが、スタジアムに見に行きたがる、黄金の左足を持つクラシカルな10番と称えられた。2ンテ2014年8月、フェーノールとのオファーを断り、 10番のポジションで、スタメンを確約された FC、トゥエンテへ移籍した。シーズン当初はフォームを崩していたが次第に調子を上げ、シーズン後半は、低調なチームを一人牽引して13得点と、リーグ最多の16アシストを記録した。2015から16シーズンの開幕前には、チームのキャプテンに任命された。その後、2015年は、低迷に会うゥエンテにあって、 ただ一人、違いを作れる選手として、リーグ戦34試合で17得点と17アシストを記録し、この1年でエールディビジで最も得点に絡んだ選手となり、トゥエンテの全得点43点のうちの実に8割以上に絡んだ。しかし、2016年1月1日に出されたで、フォルクスクラント氏のインタビューでは、クラブの運営陣を批判、一月四日にテクニカル、 ディレクターのテッドファン・レーウベンによって、キャプテンマークを剥奪された。4月3日のビレム通戦では、前半終わって0から2のビハインドから、直接 FK からの2点とシュートのリバウンドからの、ゴールで3から2の逆転勝利をもたらし、フットボールインターナショナルやアルメーヘンダ・ハブラットなどで週間最優秀選手に選ばれた。また、評論家のフーゴボールストには、 試合前の目頭と14分目の拍手以上に、痩せた体格のツエクがクライフを思い出させてくれたと、称賛された。遺跡が確実視されていた2016年夏の遺跡市場だったが、FC、トゥエンテに運営上の不正から、降格処分の可能性があったこと、同じくトゥエンテの財政状況から各クラブが値下げを待ったことで、トゥエンテの要求額1500万ユーロに近い真剣な、 オファーが届かず、次エクは、エールリビジ第4節までトゥエンテでプレーし、8月27日のスパルタロッテルダム戦でも2ゴールでチームを勝利に導き、最後まで勝ちを示して、フットボールインターナショナルとアルメーヘンダフハブラッドで、週間最優秀選手に選ばれた。最終的に、FC トゥエンテで、エールリビジ68試合30得点27、アシスト、 計57ゴールに絡む成績を残した。アヤックス2016年8月30日、過去数年間つげくに、具体的関心を示してこなかったアヤックスが、シーズン序盤の成績不振により急遽獲得に動いて2日間の交渉の末に獲得した。遺跡金は推定1100万ユーロボーナスで、オランダ国内では、ミラレムスレーマニに続く歴代最高額遺跡になった。 そのうち40%がヘイレン・フェインとチェク側に配分された。2017から18シーズンはエールディビジのベストプレイヤーとの評価を受ける一方で低調な試合も多く常にリスクを犯すプレーという理由以外にもシンプルなプレーでもボールロストを繰り返す試合が続いたことでアムステルダムアレナで毎試合のようにブーイングを浴びた。シーズン終盤の4月にアヤックスサポーターを 彼らは自分たちを知るべき、同じプレーでも良い結果になった時だけ称賛するのは偽善的行為だと思うと批判した。チームが PSV の優勝決定戦に3から0で敗れた4月15日、アレナで帰ってくる選手バスを待ち構えていたサポーターたちの複数から、ツエクが体を叩かれる事態となり、ツエクは自身の SNS でアヤックス関係の投稿をすべて削除。 3日後のアレナでの BBB 戦では、ツイエクがボールを持つたびに拍手と、ブーイングが起きた。低調なプレーで 2018FIFA ワールドカップを終えた、ツイエクは、オファーが届かなかったことでそのままアヤックスに戻り、UEFA チャンピオンズリーグ予選にも出場した。しかし、8月2日に、アヤックスが新加入のタディッチとの契約交渉で、背番号10を与える約束をしていたことを理由に、 ツイエクの背番号を同意なしに取り上げ、22に変更した。ツイエクはこの夏の遺跡市場でアヤックスを去るつもりで、個人ではエースローマと合意していたが、アヤックスと合意できるオファーを提示したクラブがなく、そのまま残留が決まった。2018から19シーズンは、チーム個人ともに大躍進の年となった。特に UEFA チャンピオンズリーグでは、 決勝トーナメント1回戦でアルマドリード戦で2試合連続ゴールを決める活躍でチームをベスト4に導いた。チェルシー2020年2月13日、2020から21シーズンよりチェルシー FC に移籍することが決定。2020年9月10日、クリスチャン・プリシッチが背番号を22番から10番に変更したのに、伴いチェルシーでも アヤックス時代と同じ22番を着用することになった。2015年6月、オランダ代表監督のフースヒディンクがラトビアとのユーロ予選とそれに先立つトレーニング期間にツイエクを召集しようとしたものの、怪我によりこれを辞退した。2015年9月、モロッコ代表を選ぶことを決断し、10月9日のコートジボワール戦で代表デビューを果たしている。当初、 オランダ代表を選ぶと語っていたツエクが本意した理由として本人は後に19歳以下の代表でもヨングオランイエでもほとんど試合に出られなかったそれにダニー・ブリントが代表監督になって初めての A 代表のセレクションからも外された失望は大きかったとザイストからの信頼が感じられなかったことを挙げている2017年1月のアフリカネーションズカップに向けて つエクは、プレイスタイルとキャラクターを理由に、モロッコの代表監督、エルベルナールの構想に入らず、今大会を前に怪我人が重なっても召集される、ことはなかった。戦術面と精神面の問題のほか、ハリド・シヌーは、フランス系モロッコ人とオランダ系モロッコ人の、政治的対立背景の影響も指摘している。2018フィーファワールドカップに出場する、モロッコ代表に選出された。 グループリーグの前3試合に先発出場したが、チームはグループリーグで敗退した。ありがとうございます。